日常運の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートコレクションのドライフルーツ5種類を食べたいと思います。どれもしっかり乾燥しそうですね。はい、こちらがまずドライみかん、ドライパイナップル、種抜きデーツ、ドライマンゴー、そして5種ミックスナッツ&フルーツ。これはちょっと違う気もしますけど、まあ一応フルーツも入ってるということで、ではまずこれから食べていきたいと思います。どんな感じなんでしょうね。中身は、はい、こんな感じです。ではもう小さいのでそのままいっちゃいます。いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ドライみかんいきますね。種抜きデーツいきます。ドライマンゴー、はい、マンゴーもドライパイナップル、こういうコンビニでも見かけるようなメジャーな商品だった感じなんでしょうか。甘酸っぱいのかな。ではどれも甘酸っぱくて美味しいよ。ドライフルーツって本当いいね。しかも体にも。5種ミックスのナッツ&フルーツはやっぱりナッツが入っているので食感の変化もあって、甘酸っぱさとカリカリとした味わいを同時に楽しむことができて美味しかったです。で、中のこちらの種抜きデーツ、デーツは業務スーパーで食べたことあるのですが、それは結構容量が大きいので、こちらは小ぶりな小袋なので、もうしっかり入れようって言われそうですけど、ちょっと食べたい時にいいですね。なんかこういうデーツとかもコンビニで買えるようになってきたんですね。ドライパイナップル、パイナップルの甘酸っぱさを噛んだ瞬間に噛みしめることができて美味しかったです。ドライみかん、自分の中ではこのみかんの甘酸っぱさが一番元の果物に近かった気がしますね。なのでこれが一番のおすすめです。で、今一番って言っちゃいましたけど、半熟ドライマンゴー、これも結構噛み応えがあって、満足感が、この量の割に満足感があるので、ちょっと小腹を満たしたい時にはいいと思います。というわけで今回はこちらの完熟ドライみかんをこちらの点数とさせていただきます。なんか出身地在住県なだけにみかんに肩入れしてるのかな。ゴシティひまわりの髪を研ぐのぞこの櫛で、いや櫛で花びらやったら取れますって。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。